日産自動車外装設計の田崎です。入社以来ずっと外装部品を担当しております。今回アイデア出しから現在に至るまで、ずっとスマートリアビューミラーの開発を行っております。近年安全や、環境の観点から後席ヘッドレストの大型化や、空力を考慮したエクステリアデザインによってルームミラーの視界が悪化傾向にあります。お客様の、声をリサーチした結果、後方視界に不満を持っていることが分かりました。また私も一ユーザーとして後方視界に不満を持っていました。そこで、鏡の良さや機能を残しながら後方視界を改善したい、そういう思いで開発をスタートいたしました。まず、開発の目標にしていたことは使いやすさと分かりやすさと驚きです。このシステムは既存の鏡の機能を持ち合わせながらフル画面のモニターによって後方視界を、クリアな後方視界を得られる、この2つのモードを自在に切り替えることができる世界初のシステムになります。朝夕の、太陽光、そして夜間の後続車のヘッドランプによる、グレアを減少させるためのカメラ制御と画像処理プログラムの開発です。日産自動車商品企画部門ブランド推進室の三浦です。安全領域を担当しています。今回安全戦略の中で視界サポート技術の一つとしてスマートリアビューミラーの検討に携わってきました。スマートリアビューミラーで走行時の後方視界に驚きをお届けしたいというふうに考えています。カメラとディスプレイを使った先進技術によってワイドでクリアな視界を実現します。それによって後方の交通状況を広く即座に把握することができるようになり、安心でありながら爽快で楽しさといった興奮を感じられることでしょう。ミラーをディスプレイに変えることによる新しい価値を引き続き模索しているところです。視界サポートの強化をはじめ機能拡張の可能性を検討しています。